ということで、予定外の行動で、秋吉大ですあのね、今日はね、秋吉堂の方にはね行かずに、秋吉大のカルストロードの方をちょっと、行ってみようかなと思います。せっかくね、ここまで来たんでね、まあ、通り道っちゃね、通り道なんで、今日はね、カルストを、一回行って、サファイランドまで行ってまた帰ってきてっていうね、あの往復をして、それからなんかな、行きます。角島までそうやって行きますね。多分ね、今からね、なんかナビがね、なんか違いますよ違いますよってずっと言い続けるんじゃないかと思うんですけれどもね、とりあえずね、ここをね、上がっていきたいと思います。だいぶね、お天気もね、曇ってきましてね、これ、角島の海がね、どうなんだろうな、綺麗にね、撮れるといいんですけれどもね、多分ね、360度カメラもね、撮れてるはずなんでね、これはね、またあの VR、ね、めっちゃ視聴回数がね、伸びないね、360度映像、VR 動画でね、懲りもせずにね、上げたいと思いますので、それはまたね、それで皆さん楽しんで、カルストロードをね、走った気に、あ、また止まっとるわ、になってもらいたいなと思うんですけれどもね、なんかね、止まりましたね。まあ、そこはね、まだこう開けたところじゃないからね、とりあえずね、まあいいか、まあいいかとか言いながらね、普通の、ソニーのね、アクション株の方だけで今、上がっていってます。アクション株の方もね、一応ね、録画はね、できてるみたいなんで、いいかなと思いながらね、上がっていってます。エレベーター口には行かなくてもいいんで、ちょっとここで一回止まります。よいしょ。よし。とりあえず行ってみよう。はい、今からカルストロードでーす。さあ、今日はどんな感じで撮れてるかなと、楽しみですね。だいぶね、今お天気が回復してきたんで、今ね、いい感じで撮れてるんじゃないかなと思います。やべえな、えらいブルブル震えてるけど、大丈夫か。おーなー来たよー。うわ、やっほい。ここね、ダメよね、すんごいもんね。うわー、もうね、倒れ始めたりしてね、どうよこれみたいなね。めっちゃいいでしょ、ここ。後ろ車必要だね。新緑の季節もね、いいわ。秋もね、なかなかね、いいもんがあったんですけれどもね、やっぱね、この季節はね、緑のね、勢いが増してね、来るんでね、とてもね、いい感じに、来てるんじゃないかなと思います。まあね、俺らはあんまり距離できないんだけどね、このね、
たいなね、北九州すぐじゃねえよって思ったんですけど、さすがにね、今日ね、いかんよ今日はいかんよ、まあこれはね、今度のね、